わかる？わかりません。わかる？いらっしゃいませ。ニューレディの肉の工事肉用です。本日のご質問は、氷川きよしさんは昔と変わったのですか？ズン、ズンズンズン、どこわかる？氷川さんは一流の芸能人です。歌はとてもお上手ですし、ルックスもすごく良くて、トークに関しても天然で誠実なキャラで愛されています。20年くらい一線で活躍されているんでしょうかね。なので変わったというよりは、私は芸の幅を広げたという認識です。最近もですね、トーク番組に出ている氷川さんを見させていただいたんですけども、その時も上品でね、礼儀正しくて美しくて、私はとてもファンになりました。上品な振る舞いっていうのはとても大切で、自分の意思を通す時には品よく行くと周りも受け入れられやすくなります。氷川さんは自分の意思を通すのに賢い方法を選択されていると思います。口さがない人がお姉のカミングアウトと言ったりしますが、氷川さんは男らしさとか女らしさとかを超越した存在で、美空ひばりさんなど昔からのスーパースターは性差を超えた存在でしたので、その道をたどり始めたのではないかと私は思っています。なので氷川さんにあやかって、私も完全に女性化するのではなく、おじさんらしさも大事にしていきたいと思います。え？誰？おじさんにしか見えないって言った人誰？以上、こんなん出ました。チャンネル登録と高評価お願いいたします。またねー。